いってらっしゃい。つまちゃん。どうも。皆さんこんにちは。もずいたでございます。さあ、皆さん、ついにこの季節がやってまいりました。夏でございます。というわけで、皆さん、今日は夏のつま恋を、この、愛車を使って、取りに行きますんで、楽しみにしていてください。さあ、まずは、あの懐かしの水を皆さん紹介します。これです。ちょっと1年、2年前ぐらいに紹介したこの水なんですが、また飲んでみたいと思います。くー！最高です。次はここ愛妻の丘を紹介します。では早速行きましょう。さあ、今愛妻の丘の階段を登っているところなんですけども、皆さん楽しみにしてください。夏の愛妻の丘を紹介しますので、もう素晴らしい景色が待ってます。それでは行きましょう。いよいよ愛妻の丘に到着しました。それでですね、これから景色を見てもらうんですけど、その前にこの鐘を鳴らしてからご覧いただきたいと思います。それでは鳴らします。ではどうぞ。いや、これすごくないですか皆さん。この景色、この雄大さ、いやもう迫力満点ですよね。やっぱり動画だけでは伝えきれない部分も多々ありますので、ぜひこの夏のつま恋にもお越しください。いつもありがとう。それでは皆さん、またお会いしましょう。次は秋のつま恋を紹介します。じゃあね。